ディルクミューラーディルクミューラーは、ドイツノルトベストファー練習、ブルワッハ出身のカーレースドライバー。モナコ在住。1996年、ドイツ海産に参戦し、ニュルブルクリンクで行われたレースで優勝。ランキング12位でシーズンを終え、以後はツーリングカーレースを活動の舞台とする。1997年から、ドイツポルシェカップに参戦し、 1998年に同シリーズで自身初めての選手権タイトルを獲得した。同時に1998年にはベートナ24時間レースに出走し、GT1 クラスでクラス優勝、総合でも2位となった。1999年からアメリカンルマンシリーズにポルシェを買って参戦し、GT 部門で初年度を4位で終え、2年目の2000年には、 年間タイトルを獲得した。2001年は BMW M3 GT-R を買ったが振るわず、共に4勝した前年、前々年と異なり、優勝回数も1勝止まりとなり、ランキング6位でシーズンを終えた。2002年からはヨーロッパツーリングカー選手権に、以降に BMW のワークスチームから参戦している。この間、 ツーリングカー選手権に参戦する傍ら、2004年と2005年にニュールブルクリンク24時間レースに参戦し、2004年を優勝で飾り、翌年も2位で終えている。なお、両年ともに BMW M3 GT-R を買った。2007年は FIA GT 選手権にフェラーリ海430を買って参戦しており、中国、主会で開催された。 開幕戦では先行してゴールしたポルシェ 911GT3 がレース後の車検で失格となったためもあって移籍後の初レースをいきなり優勝で飾ったアメリカンルマンシリーズユナイテッドスポーツカー選手権ルマン24時間レースデートな24時間レースセブリング12時間レース FIAGT 選手権 スパーフランコルシャン24時間レースニュルブルクリンク24時間レースドイツスーパーツーリング選手権ヨーロッパツーリングカー選手権世界ツーリングカー選手権イタック WTCC において2002年以降2006年まで長期にわたってチームメイトだったドイツ人ドライバーヨルグミューラーとは極めて仲が良かったが親戚関係などは存在しない同じく2006年に 同選手権に参戦していたフランス人ドライバーイバン・ミューラーとも無関係である。ありがとうございます。